男旅2020スポンサー紹介、加藤電機株式会社。大切な車守ってる？さあ、6月23日、男旅2020始まりました。まずは今愛知県、名古屋市の天白区に来てます。今日はね、加藤電機さん、スポンサーになっていただいている加藤電機さんの、セキュリティシステム、ホーネットをつけに来て、います。施工を今日はこのセキュリティラウンジさんで、セキュリティラウンジ名古屋さんでしてもらってます。これが今旅初日の一発目の、工程です。今回キーレスとは別でリモコンがつきますので、はい、セキュリティオン中にこれで、ロックアンロックができるという形ですね。はいはいはい、なので、ドアロックはこれでできますし、ただキーレスは使えます。元々の方のこれで開けることはできるんですが、セキュリティはオフにはならないので、当然このまま開けると、ああなるほど、はいはい、はい、気をつけないと、まあ、おそらくチグハグに使うことはないと思うんですけども、はいはい、他の方が使う場合ですね、一番使う、はいはい、多分一番乗る方、まあ、ご夫婦です、はい、あの原様とかであればいいんですけども、他の方が例えば荷物取ってきてとかなってくると、そっかそっか、はい、そっか、鍵あの、はいはい、その時に判断材料としてはこれが光っていればオンだよとかっていうのはあるんですけども、はい、必ずこれでオフにしてねっていうふうにしないと、その現場ではなってしまってるっていう、あ、はい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 、そこだけですね、要注意ですね。で、今ドアで警報を流しました。ドア、ドア、この車は3枚ドアがありますので、はい、全部のドアが警報になります。はい。はい、で、あとは振動センサーですね。今セキュリティオン中に少し叩きます。ごめんなさい。はい。あ、これが弱い振動の場合、警告音という形になります、はい、で、もう少しちょっと怖いぐらいガシャンっていうレベルですると警報が先みたいな形でなります、はいはい、で、警報に関しては共通です。30秒間回りますので、必ず、なるほど、はい、はい、30秒経ったら必ず止まるっていう仕組みになってますので、よろしくお願いします。それがだから、あの地震の時とかも激しく揺れるとなっちゃうっていうことですね。あの地震はもう割と震度3だろうが4だろうがなる可能性はもちろんありますね。はい、はいはい、警報が鳴るとドライブレコーダー電源が入りますので、はい、そこを見ていただきます。ちょっと今、シッて鳴らしますけども、ドライブレコーダーあそこにつけさせてもらってます。あそこですね、はい、で、セキュリティがオンの状態で一応今鳴らします。ドアを開けて、はい、はい、そのままで結構です。電源が入りました。はい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 、はい、警報に関してはこのような形で、異常を知らせてくれる形でなって、さらにドライブレコーダーに電源を投入して、まあ、周囲を撮影する、はい、で今回は前 と、室内のカメラもついていて、今回リアカメラも付けさせていただいてるんで、はい、ここについてますので、はい、はい、当然ドライブレコーダー本来の目的である、うん、まあ、あの運転中、はい、撮影はしますけども、センサー判断ですね、警報中に、鳴ると電源が入って前後と室内と撮影するという形ですね、はい、っていうのを撮っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。すごいですね、一気に3つ撮れちゃうんですね。そうですね、あのこの分ちょっと、SD カードに撮る分の容量は大きくなってますけど、うん、はいはい、あの当然あの繰り越し、夜いっぱいになれば、消していってっていう方が済むので、はいはい、はい、でもやっぱそうですよね、鳴った瞬間が大事ですもんね。そうですね、はい、まあ、この辺りがあの一般的な他社さんの、まあ、製品と違う点ですね。その、うん、いわゆる
駐車した後撮影し続けるのではなくて、そのタイミングに撮影し始めるっていう、うん、ちょっと違いはありますけども、はい、セキュリティならではの仕組みではありますね。はい、最初慣れないうちはなんかついつい鳴らしちゃいそうですね。あ、まあ、シグハグにしなければ、要は、TS との機能をこっちに移動したっていうふうに思ってもらえると助かります。はい、うん、こっちでも別に純正の機能を殺してしまっているわけではないので、はいはい、変えてはしまいますので、うんうん、そこだけ注意点ではありますね。ただ、当然、例えば使い分けっていう意味では、うんうん、まあ、お仕事の関係上、まあ、例えば現場では、まあ、できれば鳴らしたくないよねっていうパターンもあるかもしれません。はい、っていう場合には、まあ、そうするかどうかのご判断は、まあ、お任せですけども、はいはい、単純に TS でロックをすればセキュリティがかかることはないので、まあ、そうかそうか、はいはい、勝手になってしまうというか誤報と呼ばれるものもないよっていうのはあるかもしれませんね、はいはい、現場の、まあ、状況によりけり使い分けというのは割とシンプルにやりやすいので、あ、はいはいはい、はい、お仕事の関係上とかっていうのもあります。で、あとはまあ実は例えば冠婚葬祭とか、はい、もうあまり鳴らしたくないじゃないですか。そうですね、はいはい、まあ、万が一があったとしてもですね、うん、なのでそういうパターンもちょっといろいろあったりしますので、まあ、ある程度使い分けの部分に関してはご判断はお任せはするんですけども、うん、まあ、あとパタパンとこう使い分けの方はできると思いますので、はい、はい、そのあたりはお任せさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。今こちらが正面のカメラですね。はい、で、これが室内のカメラ、はい。で、これがリアのカメラっていう風に3画面になってます。はい、で、細かい設定はちょっと今省きますけども、例えばワンタッチでここのボタン、今の現状で、ここを押すと、フロントカメラ、リアカメラ、室内っていう風に、なるほど、なるほど。パッとこう、表示を変えることもできたりします。はい。はい、で、あとここを、マイクのマークですね。はい、これを押すと、ここ、ちょっと分かりにくいけども、斜線になりました。もう一回押すと、斜線が消えます、うん。あ、消えました。はい。録音をするかしないかっていうのをワンタッチで変えます。はい、はい。録音したくないっていう方も当然いらっしゃるんで、うん、ちょっとワンタッチでポーンってする形。はい。まあ、自分の車なんでプライベートの空間なんですけども、それでもなおさら、録音をしたくないタイミングっていうか、はいはいはい、はい、いらっしゃるんで、一応ワンタッチで切り替えれるようにもなってますので、はい、はい、とかっていうのもあります。まあ一番使う点に関しては多分この録音かなっていうふうには思いますね。で、あと一番左のボタンを押すとメニュー画面に切り替わりますので、はい、はい、例えばここファイル選択ってすると、今、実際に記録されたデータをこの画面で見るとか、はいはい、ですね、はい、っていうのも見えたりしますし、あとカメラ選択とか、まあ、これ一応カメラ選択っていうのは、まあ、どのカメラを設定しておくか、はい、ということになってます。なので3カメなんで、今回3カメ全部設定の方はさしてはもらってますけども。あ、はいはい。はい、あ、そうか、後ろがついてない時とかもありますもんね。そうですね。状況によって。3カメない場合もあったりしますので、まあ、その場合別に設定してようがしてまいが、映りはしませんけども、はい。はい、初期設定リアカメラはないので、はい、しないと映らないよっていう仕組みですね。で、今回はさせてもらってますので、はい。はい、よろしくお願いします。っていうの、まあ、イメージですね。ある程度、まあ、基本的なところに関してはもう、設定の方は変更の方はさせてもらってますので、はい。はい、これでほぼ手放しで、使ってもらえるし、で、SD カードはここに、マイクロ SD カードが入ってますので、はい。ここですね。はい、ここですね。はい。はい、電源、オフというかエンジン切った後、うん、中身を見る場合には見ていただいたり抜いてもらうというか、はい、押すとピョーってこう出てくるので、いわゆるまあパソコンとかでも見たり、はい、ってことができるってことですよね。はい、基本的にはパソコンに、まあ、SD カードをまあ読み取らせて、はい、そのままファイルの中にあるファイルを多分直読みできますので、はい、まあ、フロント、リア、ルームという形で3つパターンが入ってますので、はい、通常時とイベント録画、はいはい、まあ、衝撃とかが発生した場合の録画とか、はい、っていう場合にも、全部分かれて録画がされてますので、はい、っていうのも全部読み取りますね。はい。はい、まあ、あまりね、つけた後、ドライブレコーダーの映像を見ることないんですけど。はい、ないんですけどね。だから見るときっていうのはもう本当にもしもの時ですもんね。そうですね。いざっていうときですね。はい。で、あとはまあ、ドライブレコーダー、どんな製品にも共通するんですけども、フォーマットっていう項目があります。はいはい。
一回これやってみますね。フォーマットっていうのは一度 SD カードのデータを全部消去するよ、まあ、リセットするよっていう仕組みがあります、はい、で、これを範囲にすると今まで録画してたデータを全部消します。で、はい、SD カードってまあ記録媒体でもう何度も何度もこうデータを書き返してるといつかエラーが入ってしまうので、あ、そうですよね、まあ、ちょっとまあ定期的にベストは1ヶ月に1回フォーマットをしていただくと一番ベスト、はい、気づいた頃に いざっていう時に事故してしまった、見てみよう、エラーだったっていうのはまずいの そうですね、まあ、ちょっとまあ、はいはい、そこはもうどんな製品でもそうですけども、まあ、SD カードに関してはそういう仕組みなので、まあ、極力あの気づいた時にフォーマットをしていただく方がいいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい。太陽は見通